試運転ですね。皆さんこんばんは、ゆうこの上野の宮ゆうです。今日は12月の26日日曜日です。朝の9時にインパしました。ちなみにマリオの整理券はこの時間で16時45分です。今日の大阪此花区の気温は4度です。ちょっと寒いな。恒例のファッションチェック、はい、行きましょうか。行きましょう。それではそれではどうぞ。先週までちょっと失敗続きやったから、今日は抜くしていこうかなと思って、セーターと中のねボアのジーザコートパンツ履いてきたんですが、靴とパンツの隙間が寒いです。ブーツにしてきたらよかった。いつも何か失敗する。以上です。近くない？今日の僕のファッションはいつもと変わりませんということで、はい、まあ、中はね、上手じゃなくてセサミって言ってました。今日はね、撮影2人ということでね、バタバタするのを予想されましたので、すぐ脱げるやつにしましたね。上からミニオン、これ1着あれば冬越せますというぐらいあったかいジャンパーでございます。我々のね、チャンネルのね、サコッシュですね。はいね、これは販売してないやつですね。ただのカーゴパンツ。今日の僕もファッションチェックは書いてありました。以上です。 OK です。バランジェリーでございます。ただいまの時刻13時10分なんですけど、外に並んでる時間が20分ぐらい、中で20分ぐらい、レジ寄ってお席に着くまで20分ぐらい、合計1時間ぐらいかかるかもしれないですね、おっしゃってます。以上です。ねずこのポップコーンバケツなんですけど、マチ列が今ね、2往復ぐらいありそう。え、わかる？こう分かる、うん、ありそうな感じ。伝わるけど、なんか今ね、10時、朝の10時なんですけど、まだバケツは売ってるんで、売り切れにはなってない状況です。はい、はい、え、これでも朝一前通った時も結構並んでたからな。そうそう、でもなんか最近さ、ほんまに分からへんのよ。昼売り切れてる時もあれば、夜まである時もあるっていうのも聞いてるから、うん、全く分からないです。まあまあ、こんな一般で行けたよね。うんうん、はい、まあ、その日によるからね、はい、違いには言えないですけど、今日は大丈夫です。はい、レストランでございます。ただいまの時刻が1時10分ほどですね。スタッフさんに聞いたところ、1時間ぐらいですかねっておっしゃってました。以上です。相変わらず人気のスタッフさんからでした。どうぞ。チャレンジ動画かっこいいね。それが好きなんですか？うん、好きやね。お母さん昔サム製品店に二十歳ぐらいの時。
ひめんかんずバー&グリルでございます。こちらもやっぱり人気のお店でね、だいたい1時間ちょっとぐらいかなおっしゃってました。はい、ルイズピザパーラーでございます。スタッフのお姉さんにお聞きしたところ、1時間ちょっとぐらいかと思います、笑顔で答えていただきました。ありがとうございます。以上でございます。花の食事どころでございます。ということでスタッフの方にお聞きしたところ、1時間から1時間半ぐらいかなっておっしゃってました、はい、どうしてもね、この間も言ったみたいに中の滞在時間が少し長くなっているみたいです、はい、まあ、でも大体1時間半ぐらいね最近ね。以上です。はい、はい、あ、ちょっと動画通りましたね。本当にそういうことかな、それ。いやね、お姉さんの動きの無言は初めてお姉さんにお聞きしました。ただいまの時刻1時35分でございます。1時間ぐらいですかねっておっしゃっておりました。はい、いつもありがとうございます。以上です。で席はお客様で取っていただくので、その時間と注文の時間だけかかると思ってくださいっていうことでした。はい、ロストワールドレストランです。ちょっとスタッフさんがいらっしゃらなかったので、はい、ちゃんとした時間はあんまりわからなかったんですけど、見た感じ中も並ぶので、ここは1時間ぐらいはかかるかなって感じですね。はい、はい、以上です。ちゃんと履けて履けるなら履けるメイドの土産。
あ、はい、金だけ、え、金じゃじゃマジで木のピオカフェ、はい、今日は空いてるよ。20分から30分待ちやったスタッフのお姉さんがおっしゃってました。はい、今チャンス。はい、アミティランディングレストランでございます。今気抜いてたな、うん、今ね12時25分です。2、30分ぐらいの待ち時間ですかねとおっしゃってました。ちょっと席をね取るのが難しい状況かもしれないですっていうことなので、はい、でもすぐ入れそうなんで、はい、大丈夫です。はい、以上。ミスも最高やね。え？なんかいつも言うてんねあの人にな。要は天気ええねってこと。はい、3本のほうきのレストランです。ずっと結構並んでますね。1時間半ぐらいとおっしゃってました。ここも結構ゆっくりね、お食事するところなので。時間かかるんじゃないかなと思います。以上です。メイドの土産。はい、メルズですね。メルズの混雑具合なんですけど、入り口からずわって並んで出口のところまで行って、だいたいね1時間以上待つんじゃないかなって感じから、中見た感じもメルズってレジが何列かあんねんけども、それも全部パンパンに埋まってるから結構待ちそうな感じですね。で時間が今1時前、12時50分ですね。だいたい1時間ぐらい待ちそうな予感がするメルズでした。では次行きましょう。メイドの土産。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか、ね、ちょっと甘噛みしましたけどもね、はい、お母さんメインで動いてもらったさ混雑状況だけどさ、どんな感じだった？いつもと違う感じはあんまりでも感じ取れへんかったかな。ちょっとお土産屋さんが混んでるかな、早い時間から、まあ、確かにキャノピー下とか歩いてると、まあ、そんないつもほど人多い気はせえへんかって、俺は映像的にもな、撮っててもでもなんか待ち時間とかレストランの待ち時間とかもいつもとあんま変わらんみたいな感じだから、なんかちょっと不思議なイメージはあった。でね、あのマリオの年パスケース欲しいと思ってる人いっぱいおると思うんですけども、あれがね10時55分ぐらいからなんか用意し始めてて、見てたらそんな人並んでなかったよな、うん、意外に。だから割とみんな急いでは取りに来てないかなと思ったんで、もうちょっとだけ手に入れるのに余裕はありそうですね、期間的にね。はい、ということでね、今日の動画が参考になったと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ寒い、ほんまに寒い。もうカメラ分かる、震えてるやろ今日の動画最後まで見てくださってありがとうございます。それじゃあせーの、バイバーイ。お母さん、はい、以上です。はい、もう帰って質問コーナー取ろう。そうね、寒いね、来てよ
来て、来てよ、はい、